大気圏に再突入するニダーパハルコン計画とは、国防高等研究計画局とアメリカ空軍が EEN プロンプトグローバルストライクの一環として進める極超音速飛行隊の計画。この計画は、再利用可能な高速打撃極超音速兵器システムの開発を目的とする。新しい名称は、極超音速巡航機で極超音速の巡航速度まで、 HCV を加速することができる発射システムの開発、そして小型衛星の打ち上げが含まれる。2003年に発表され2006年まで継続された。ファルコン計画の一環として発表された最新のプロジェクトは滑走路から離陸してマッハ6まで加速する無人航空機 HTV-3X ブラックスウィフトである。覚え書きは2007年9月に調印されたが、 この計画は必要な資金を調達できなかったために2008年10月に中止された。ファルコン計画は現在、極超音速の大陸間弾道ミサイル、巡航ミサイル、宇宙船及び民間の再使用と使い捨ての打ち上げロケット用の汎用的な航空プラットフォームである x 4 1コモンエアロビヒクルに主眼が置かれている。 ハイパーソニックテクノロジービヒクル -22 の試作機は2010年4月22日に最初に飛行試験が実施され、その後2011年8月11日に別の試験が実施された。両方の試験は早期に中止された。この計画の目的は常に米国本土から1から2時間以内に地球上のあらゆる地点に到達できる航空機を開発することだった。 1957年に計画されたダイナソアは、最初の計画で滑走路から出発するのではなく、スペースシャトルと同様に、航空機はロケットで垂直に打ち上げられ、地球に滑空して帰還する予定だった。元来シャトルは、アメリカ空軍の作戦の一部として意図されていて、軍事用の発射施設がバンデンバーグ空軍基地に建設されたものの、使用されなかった。 1957年から1963年までのダイナソア計画の後、宇宙船は秘密にされた。1960年代半ばに CIA はアイシングラス計画と呼ばれる超音速偵察機の開発に着手した。全体的なファルコンプログラムは2003年に発表された。それはペイロードの軌道への投入と、 極超音速兵器という二つの主要な構成要素を持っていた。かつて、レーガン政権において戦略防衛構想のディレクターを務めたヘンリー会クーパーによると、1970年代、1980年代、そして1990年代にスペースシャトルを除く宇宙船の計画では40億ドルの費用がかかったが、1950年代と1960年代の ダイナソア、アイシングラス、ラインベリー、および21世紀のすべての宇宙船計画のための資金は含まれていない。彼は2001年に米国が数十億ドルと引き換えに受け取ったものは、全て4機の老朽化したシャトル、墜落した機体、予備部品の供給源、並びにいくつかの滑空試験機および展示品であると議会に語った。 他の人たちは2008年会計年度に1億7000万ドルを割り当てられたファルコンとその前年者が必要に応じてスペースグライダーを開発する機会を米国に与えたと主張する2003年のダーパーファルコン計画の第1段階では機体の開発作業が発表された以下の企業が契約したロッキード・マーティンは2004年に技術をさらに開発して 計画の技術的リスクを軽減するためのフェーズに HWS 契約を唯一の受けた。フェーズに契約の後、DARPA と米空軍は極超音速機プラットフォームの開発を続行した。計画の一環として極超音速機で一連の飛行試験が実施された。ファルコン計画は次の通りである。極超音速巡航機は5 5 0 0ラムの ベイロードで2時間で9000帰りを飛行可能で高く上昇してマッハ20までの速度に達する見込み。ブラックスウィフトは極超音速で飛行する予定の航空機だった。それはロッキード・マーチンのスカンクワークス、ボーイング及びアライアント・テック・システムズによって開発された。2008年10月に HTV-3X あるいは ブラックスウィフトは2009年の防衛予算で必要な額を受け取れなかったので中止されたと発表された。極超音速巡航機計画は予算を減らして継続される予定。HTV2A と 2bit の飛行試験の軌道ダーパーは2機の HTV-2 を飛行試験のために製造した。ミノタウロス4ロケットで HTV-2 はバンデンバーグ空軍基地の車上から打ち上げられた。 ダーパは飛行試験で熱防御装置と空力制御の実証を計画した。飛行試験は NASA 宇宙ミサイルシステムセンター、ロッキード・マーティン、サンディア国立研究所、空軍研究所のエアービークルズスペースビークルズ、ダークターッツの支援を得て実施された。最初の飛行試験は2010年4月22日に実施された HTV-2 滑空体はマッハ20で 太平洋からクエゼリン干渉まで4800マイルを飛行した打ち上げは成功したが予定通りには完了しなかった。開始後9分でテレメトリが途絶した11月半ば、DARPA はコンピュータの自動操縦の指令が途絶して飛行が終了したと発表した。DARPA の報道官によれば搭載されたシステムは危険な飛行の挙動を検出したので直接海に 落下するように強制的に機種上げしたと述べた。二度目の飛行は2011年8月11日に打ち上げられた。無人のファルコン HTV-2 はブースターからの分離に成功して滑空段階に入ったが、またしても開始から9分で通信が途絶して予定された30分間でマッハ20の滑空飛行はできなかった。 当初の報告では予定された安全を確保しつつ、太平洋に落下したとされた複数の評論家は二度目の失敗の結果、ファルコン計画の大幅な見直しになったと述べる。ありがとうございます。